はい、山形市の成人式式典会場にやってきました。分量としては2000数百名いらっしゃるんですが、出席率80何パーセントということからするとおよそ2000人くらいの出来で、会場設営されたようでございます。1月の7日日曜日、3連休の中日にて、成人式を開催される山形市です。こちら山形市スポーツセンターが式典会場。落合スポーツセンターの外観はこんな感じ。西側にある大きい駐車場をロータリーとして使ってお嬢さんたちの乗り降りに使います。非常にスムースになります。こちらから成人式の会場に向かう車は野球場の脇の駐車場に置いて、ここをぐるーっとスロープ歩いてきて成人式会場へ入場となります。スポーツセンターに入り奥に進むと左側の階段で会場に進むようになります。なのでこちらに受付ができて、記念品をもらいます。一方右側の階段からは親御さんが登れるスペースがあります。そして布施屋修行染め店の着付けお直し隊はこの辺に失礼て皆さんを着付け直しさせていただく予定です。会場はこんな感じ。親御さんたちが観覧いただけるスペースも南側に用意してあって、素敵な成人式を見届けられるようにしているようです。はい、今はですね、実行委員の方たちが明日の成人式に向けて打ち合わせをしてらっしゃいます。こちら山形市1月に成人式をするようになりましたが、コロナ禍におきましては冬の成人式が春に変わって、開催されておりました。3年ほど春の開催が続きましたが、いよいよ冬に戻る。そして、午前午後開催と分離させていただいたコロナ禍の成人式も、午前午後関係なしに一発開催ということでね、いよいよコロナ前の失礼に戻るようです。いろんな自治体で成人式が行われてますが、山形県内では、冬だけじゃなくて春の成人式、また夏の成人式という場所もあるようです。まあ、いろんな自治体がいろんな事情で冬以外に成人式をするところもあるかと思いますけれども、できればね、やっぱり着物を着れる時期に成人式を開催してほしいなと思うものです。はい、私は毎年この場所から成人式の風景を撮影する恒例としておりまして、明日の成人式でもこちらから撮影して皆さんにお届けさせていただければと思います。はい、こちら山形市の成人式式典会場よりお伝えしてみました。